もうね、今日ね、今日期待してほしいあの振り袖成人式の振り袖はもっともっとすごいよなんかすごくモード系モードに寄せてるからちょっと楽しみ。 そう、和服和服好き和服っていいよね浴衣あなんか浴衣のめっちゃ簡単なやつであのー キャミ中がキャミワンピーになっててそれでそれだけだからめっちゃ簡単なのよマジでめっちゃ簡単やったから全然 <laughs> 余裕だったよ <laughs> そうえ祭り行きたい祭り行きたいえそう本当に花火大会に行きたい本当にめっちゃ花火大会行きたいなんかさなんだっけ有名なさ有名な花火大会あったやんなんだっけなんかめっちゃ人多いとこ まあ、一番人多いとこ何だっけ隅田川かな分かんないけどなんかそんなやつ行きたいけどあのー、多分さもうみくちゃんにされそうじゃないって変えれないぐらいだよねあれ絶対にええー、人混みエグいんか ならうわー迷う行きたいけどさ長岡の花火あ見える場所ないんだうーん屋台だけ行きたいなあ本ほんとに潰されしやばいね えー、あやっぱやっぱさ何地元民の人行かないんだねそういうのいやいやかいやかさすがにあ屋台なかったえじゃあいやかも屋台がいい屋台目当てで行きたい 屋台に行きたいな。あ、あにゃ。あにゃー、ありがとう。<laughs> ねえ。見たよ。あの、ツイート。<laughs> 今日、今日来れなかったんでしょう。で <laughs>、本当に、本当に、ほら、いいよ、全然。<laughs> 本当に面白い。 やっぱね朝早いから一部になると結構早いもんね一部二部やばい昨日時はあ <laughs> 昨日<も笑>昨日<も笑>待っておもろいいやけど早いからね起きれない起きれないよね 分かるよめっちゃ分かるよ <laughs> まあ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 ,まあ、まあ、全然ね次から忘れないって約束しよう次からね <laughs> 全然いいよゆっくり寝るんや全然起きれませんえそうだよね いや、そうだよ次から大目覚ましなんかさ携帯のアラームってマジでね起きれないから最近ねあの何あの本物の目覚まし時計本物って何いや偽物も本物もないんやけどあのガチのさうるさい目覚まし時計買おうか迷ってるいや一緒に起きよう 一緒に浮きよう <laughs> じゃあ次のお話から待ってるね <laughs>。ありがとうあにゃいやー本当に。いやーないないけどね。一緒に起きようす。本物買います。本物買おう <laughs>。<買> <laughs> レノの好きな屋台のイカってあそうイカまるのやつが好きそうまるのやつが一番好きですはいまるがいいないやマジでなんか屋台によって違くてゲソだけで売ってるところと あの頭のところで売ってるところともう丸々売ってるのがあってもうね迷わず一番でかいの買う <laughs> アラームの音今は今何にしてるっけ今なんだっけ に本当になんかまたあの何あのさ変なやつにしてるんだけども今はねジンニスカン <laughs> やめてあの何「音割れシリーズ」って分かるかな「音割れなんちゃら」みたいな。 音割れシリーズみたいなそうおとおりハリー・ポッターにしてるブーデヘヘヘヘヘみたいな <laughs> 今おとおりハリー・ポッター <laughs> マジで最悪ちょっと前はあれにしてたバジリスクタイムにしてた水のようにヘヘヘヘ ほんとに終わりほんとにえけどねあれやってみ結構起きれるからレナ <laughs> ちゃんの初めてサイン書いたら申し込んだよおっ書かして待ってるほんとにねあのね結構さあかん気がするなサイン会3個当たったよおいいね マジ <laughs> あらけじらせて外にやったら興味じゃない。えなんかジンギスカ一回乗ったんよあの普通にあのまだ学生してる頃にほんあの電車乗ってて満員で寝てたのね普通にで鳴ると思ってなくてその時。 ののアラームムシステム分かっててななくてなんかあのー、マナーモードにしてたらならんけどみたいなと思ってたらめちゃめちゃなって「ジン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 ギスカーン,ジンジンジ,ン,ジンギスカーン」っていうなんか電車の中に響き渡るって最悪結構流れた起き,起きんかったから。 新聞式式ジンギスカーンぐらいまで流れた <laughs> そっから我々ジンギスキピーポーバーから入るんですけど知ってるジンギスカンが大好きだ今日も片手にジンギスカン <laughs> 知ってるこれ <laughs> ええっちゃ好きこの歌

毎日どこからジンギスカン知ってるかな <laughs> おにぎり片手にジンギスカンボンクル花見にジンギスカン <laughs> 今日はビールでジンギスカン <laughs> ほらうまいよジンギスカンジンギスカンだよファミリーは 全然バリバリに十九歳です。年,年齢差潮吹い。マジでこの歌が頭から離れないんです。無理なんですもう。本当に。もう一生この曲が頭の中に流れてる。 かでファミリーはう,ーんうんんんゆうりさんありがとうゆうりさん <laughs> おはようじゃない <laughs> ほんとにさおはようってすぐ言ってしまう ダンスもめちゃくちゃかっこよかったですええ、えぇ、ーえー、嬉しいえ、そう、マジでけどもひつここで裏話あのリックを買ってそう、リックを買って,買ってあの前日に、あ ビックカットしようと思ってかぶってビックカットしようと言たいんけどめっちゃ前髪長くてこれへんまでやって全部ここここまで前髪ででもう何切るな <laughs> どうやって切ったらいいんやと思ってババ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 って切ってたらパツッっていってもうここここら辺になっちゃってい一瞬。 なんか前髪がこ,うこ,うこんな感じ <laughs> なっ<で>てて <laughs> そうで <laughs> ってなってでなんかあのあれがさ「あのー、光が死んだ夏」っていう漫画のよしきっていうキャラクターがいるんですけどその人をやろうとしててけどその人はちょっと前髪長めなのね。けどパッ 普通になっっっちゃったからうわどううしようと思ってもう必死にこの辺ウィッグのこの辺からの髪の毛かき集めてここに全集中させて無理やり作った <laughs> そうだからちょっとねゆうりさんにかっこいいって言ってもらえて嬉しいよすごいドタイプなイケメンでイケメンすぎてご彙力 <laughs> ほんとにさえけどさあのねうれしかったよあそこまでさ「うち!」みたいなあのねテンションをね,あのね上がってくれるところを見ると「えやってこかった!」ってなるからしょろいから <laughs> だからねあの反応めっちゃうれしかっただから嬉しいよ全然 褒めててくれてありがとうより,りさん嬉しいそうマジであのー、レノンさんにまた会いに行けるように頑張ります <laughs> いつでも来て待ってるよいつでも待ってるよ本当に待ってます 本当だ。そうだよね。毎日ね。毎日。ね、行けなきゃいけないからね。頑張ろう、一緒に。頑張ろういや。頑張らんでもいいか <laughs>。うん。浴衣はね、あの簡単なやつなんですよ。 キャミキャミになってったやつお話会終わったあとスキップで出社したんやわ <laughs> かわいい写真全身見れて嬉しいえっそうあの全身写真っていうかもうしゃがみないんやけどちゃんと撮った撮れましたちゃんと撮れました優香ちゃんに撮ってもらった めいかちゃんありがとうありがつ <laughs> ありがつやばいありがとうあん今日お話し会声出さなくてごめんねお話してくれてありがとう浴衣めっちゃ似合ってた可愛かったえねえ本当にあの大丈夫マジで全然だよ本当にねなんかね会いに来てくれるだけでね嬉しい もうそんな状態なのにさそんな絶対つらいやん声出ないのなのに会いに来てくれてありがとうねめっゃ楽しかったよほんとにえお祭り行ったらさえそうい,い,い行こうとは思ってんのだからもし行ったらちゃんと写真あげるねちゃんとあの浴衣着て行,行くわそのためにゲスでも買おうかな って思うぐらい結構ちゃんと計画してるちゃんと行こうと思ってる <laughs> えあのねのどはあの何お湯に留学さんの飴溶かして蜂蜜入れて飲むとちょっとマシになるよマジ楽しみにしてるぜちょっと行ったら行ったらちゃんと写真撮るね多分。 多分っていうかもう絶対撮る取るいつも撮らないから楽しみにしててメイカちゃんありがとうのぞきや <laughs> 有益情報ありがとう直してね安静にだよあキサキちゃんありがとうねニックネームね ほんとにねニックネームさほんとにさでもさマジでさあ突然ごめんなさいこれからももっと仲良くなれますようにタワーえー、ありがとう今日の浴衣も似合ってたよマジでねネーミングセンスなさすぎてバカみたいなのしか思いつかなくてさほんとにねあのねほんとにね毎回ねバカみたいな名前しか思いつかないのなんかかわいい名前を。 思い浮かべたい。ね、本当にお家完璧すぎてめっちゃ笑った。<laughs> 本当に。本当にね。あのね、こネーミングセンス欲しい。マジで。なんだろうな。なんだろうな。うんー。 ええめっちゃ迷う、えー、なんだろうもうねいろんなイメージがあるからまた次のお話会で待ってますゆっくりで大丈夫だよえー、ね絶対に可愛いの思い浮かべるからさあのー、ちょっと待ってて絶対に可愛いのを思い浮かべてやるっていう気でいるそう毎回ね人のやつねあの真剣にじっくり考えるの考えた結果バカなんしかも思い浮かばない。 本当にネーミングセンス欲しいちょっと可愛いの出すから待ってて次のお話からで絶対言うねありがとう本当に今日もめっちゃ楽しかったよキサキちゃんありがとう本当にネーミングセンスが欲しいバカな名前しか思い浮かばないんだ本当に性格も声も全部大好き配信ありがとうえー、もうこちらこそだよ本当に ありがとう。ありがとうや。ありがとう。あ、モえちゃん。モ <laughs> えちゃんありがとう。本当に今日もありがとうね。ありがとうやで。えってかなんかすごい画面が画面がめっちゃなんかパフェみたい。 になってる今ど真ん中にパフェがあってアイスがあるえーね本当にね今日もありがとうやでーえ今日のさ浴衣さあのー、何あそこどこだっけグレイルさんで買ったんだけどめ,めっちゃよかった <laughs> 黒見つ瞬間即買い惚れましたあれに。 本当に最高だよえね本ほんとにそうグレールなのよ今日彼女すぎました彼女すぎたおえほんえなんかねあのあげるか迷った写真が1個あんの1個2個2個くらい2個くらいあげるか もあるの横顔みたいな。そうそれそれを載せようがったななんか彼女っぽく撮ってみたみたいな <laughs> 来週ガルガルいくらでちょっとそれまで勉強応援してほしいですおガルガルああそうだガルガル楽しみにしてるね絶対に待ってる勉強 勉強か,勉強かうわっもうね本当にね勉強が世界で一番嫌いなぐらいマジで嫌いなんだけど本当にね偉いもう勉強を頑張るって思えてる時点で偉いからもうやったら終わるやったら終わるしもうや,やらなきゃいけないことは本当にねもうねさっさと終わらしてもうやったら終わるっていう精神で。 頑張ろう本当にね勉強ってなんであんなにだるいんだろうね世界で一番だるいかもしれない勉強がってぐらい嫌い勉強マジで嫌いなんか私も世界で一番勉強嫌いなので同じですレノンと一緒なら頑張れるお頑張ろう,うやったら終わるからやったら終わる頑張ろうあともう なんだ将来の自分のために頑張ろう将来あの時勉強しといてよかったなって思えるように夏休みので最後まで残した人そうめっちゃ残す人、ね、なんか国語とか英語とかそういう系だけ早く終わらせて数学とかが大っ嫌い,い数学じゃないな理科が大っ嫌いなのね単語覚えるのが大っ嫌い 分かった頑張るありがとうレノとあるので頑張りますお頑張れありがとう萌えちゃんなんならやってる <laughs> え嫌いな今日かとことんやらないもんあの友達と勉強しようって言ってで宿題しよう今日って言って呼び出してえ <laughs> なんか まあ、大体友達やってなかったからあの適当に書いてないいんじゃんって言って全部適当に書いてた「物理嫌いですかえ物理の一番できなかったな物理何点だったっけ物理15点だよ」「国語はできる」「古典もできる」 国語、古典現代文古典現代文、古典英,英語はまだまだできる方あと歴史も好きだったあっ何世界史も好きだっためっちゃもうもうもうねえあの 文献に全無理してる勉強して始めたら終わりがないから逆に楽しいみたいなところがあるあ,あ逆にその考えもあるんだなんかもう終わりが見えてるからうーんなんかさテストも期間があるからここやってここまでやったら終わるしあとここでいい点数を取っといてもしねあの大 大学とか進進路路があっっていい進路行ったらエリートになれるからあま,あまあ将来の自分があの時勉強すればよかったって後悔する前にやっとくかっていう気でやってたけどね結局ねあのねあのもうね高2から勉強してないからやばい。 え本当日本史世界史とかは歴史とかねそういうのはなんか物語があるるかからら面白いからできるあの誰々がここ征服してでなんかあのさあれあれと覚えてたのなんか豆知識みたいな雑学と一緒に覚えててなんか何々の。 そう歴史とかだったらさなんかありやんよく人物の名前を覚えるときにこの人は何が嫌いであの家臣からこう呼ばれてたって裏話的な <laughs> やつがあるから <laughs> それをとかをなんか調べながらああって思いながらあ面白いかもと思ってちゃんとやったタイプ。 そうなんか面白いからできたけど理系は本当に無理なの理系じゃないんだよ絶対にそう,あそう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 そ,うそんな感じだねあのねなんちゃらって呼ばれてたとか猿とか有名なやついっぱいあるから。 物理だけは本当に何が何か分かんなかった今日はお話かあり,がありがとうありがとう本当に分かんないあの「物理何?」っていうねあの公式に当てはめても「はいできなくね」っていうんっていうのがマジで。 あ、そう、世界史も面白いよね世界史も面白いなんかそういう何 MA イコールうわあ出たそういうあの公式なんちゃらイコールなんちゃら何ってかさ本当にねあのねこれね一個も論文したいもうこれ見るだけで嫌だ鳥肌立つもんななんか本当にあの 記号で書くのやめててもらっていいですかって言いたいた記号で書かれてもあの分かんないんですよ何が何か <laughs> なんか重力がどうしたらかどうしとか言うけど知らん知らんし <laughs> 本当にさ記号で書くの本当にやめてもらっていいですか全部文字で書いてもらっていいですか漢字。 質量かける加速度イコール力どういうことなんで質量と加速度かけた力になるの本当に嫌よあ、そう、もう嫌な記号 NG 界隈だからそう公式 NG 界隈記号キャンセルもうわかんないもん いや、二重イコールがわかる。そういうのはわかる。イコールとかそういう系わかるけど、エフとか、メーとか、ジーとか、何どういうこと？ジーってなる。メー。エフエーあれ？ってそうあのね。 ニヤリーコールとかさ、使うやんそうだからあのそういう授業をしててそういうのが出てくるとちょっとなんかにやっけるテンションがある勝手に <laughs> あれってなるお、ってなる <laughs> そこだけだね利点そう イコーノットイコールニヤリイコールとか出てくるともうっなる <laughs> そこにだけかも利点は自分の中の <laughs> ちょっとテンション上がるニ <laughs> ヤってする <laughs> あもちちゃんありがとう本当にそれ <laughs> 食い立てに振ってるねいや本当にえ無理だよねもうねわかんないの吉木レノンの前髪切ったのは私です OK <laughs> お話し会ありがとうえこちらこそありがとう本当に前髪 <laughs> あるもんねあ本当にあ話 <laughs> もうね、ちゃんと覚えて,てくれたんだ嬉しいえもうあのねもう切っちゃったからには仕方がないと思って必死に流したよもう必死にこっちにこっちに流してやったえけどねめっちゃ褒めてくれて本当に嬉しかったよえ本ほんとになんかねああやった甲斐があるっていう 光が、いや、光が私ってことにしといて。かいかやめろよ。光だ。いや、光とよしき、待って。お前、光ちゃうやろって言うやん。<laughs> やばいよね。い,いき、いきなりさ、なんか、何もう。 もういきなりやばい <laughs> 何言ったらちゃんと乗ってくれるんや <laughs> ちょっとまたあの光が死んだ夏ごっこしよう <laughs> ね本ほにありがとね楽しかったよもちちゃんありがとう <laughs> お前光光しちゃうやろなんでや完璧に模倣しとったはずやんだけど 俺が光やで間違え間違えんでや <laughs> 乗ってくれるんや大好き大好きよりも大好き3年になったら文系でも世界しか日本しか選択しないといけないんだけどレノはどっちが進めえー、えー、迷うえー、迷うけども 迷うけれどもうんえー、世界史の方が好きだったかも日本史より世界史派レノンさん頭いい人めっちゃ悪いよめっちゃ悪いよ あんま読めないか日本語にした <laughs> やばいカタカナ <laughs> えなんかねなんかねあの頑張る <laughs> 野球学力テストなんかされたらさ本当にさなんか今はなんか若干さまあバカって言ってるけど <laughs>。 <laughs> まあまあまあま,あ、まだまだバカじゃない言ってるだけじゃないみたいな希望があるやんけど学力テストなんかされたらさもろに出るやん学力がいやもうなんかあの 自称じゃなくなくるやんそう自称頭悪いじゃなくなるからちょっとねそれは困る普通にあともう分かんない高2ぐらいからまとまり勉強してないから分かんない多分。 20でって例の何番目ええーうん、いやなんか普通の学力テストじゃなくていいよねネットミームテストなら1位取れるわミームテストやってみるもん全部早押しでパーンパーンっていけるよ イントロドンドとか絶対できるからね「め」目ど「め」って言ってしまうから「め」って言ったら「秋葉のアイドル」みたいなアイドルですからねそれはちょっとね世界許してこれやすせんよもう全然余裕や絶対1位取れるからねでもこれだけはこれだけは はい優勝させていただいて「<laughs> イントロとは <laughs> イントロとか <laughs> イントロあんの?」っていう、ね、いやー本当にあに答えれるよっていうそれだけはね「天丼マン」天丼マンもなんかあったよねすっごいめちゃめちゃバグった。 ドア1700る月史上はもう全然もう全然いけるよ東大生東大医学部ちょっと惜しい惜しい医学部だアリスとかが強くても嫌だどうするアリスがいちいもう一番早くピンポン ねえ、ビビるよね。ネノが強くてもビビってほしい。<laughs> 思わぬ敵やばい。レオの次誰が強さ誰が強いんだろう。<laughs> 誰が、わあゲームでカード取れちゃった <laughs>。 あれね <laughs> あれほんとに面白いよね <laughs> いやほんとにいたメンバーゾもン見惑いをする <laughs> しないしない <laughs> しないよ 一人であの黙々と調べてるだけだからね。歌があるのでぜひ聞いてください。歌？ニコニコのやつ？そう。ネットミーミやったらエスエレノンさんに認知される。 やばいえ本当に認知するえいえなってくれるね私だけのネットミームになってくれるはあ <laughs> 釣ってくださいってやったら次からこれしよう。 のために全てをつてを、ね、<laughs> 釣ってくださいって言われたら「よっネットミーム、ね、ニキャーのネ、ね、ギ」<laughs> いっぱい発生してしまう <laughs> みんなその手があったかやばい自己紹介嫌だ <laughs> そのまでやらなきゃダメ <laughs> やば レノンだけのネットミーム嫌だな絶対に <laughs> 全部をさ捧げなきゃいけないあ、アリちゃんありがとうネットミームに <laughs> なってくれるレノンちゃんだけの存在ネットミームになるわ <そ>んな <laughs> けどねあの本当にこんなね大人数が見てる場で言うのもなんですけど本当にあのありちゃんの <laughs> とのあのねお話し会をねあのお話し会のあれをテレビでなんかのインタビューとかで撮られたりしたらもう速攻に絶対にバズるよ <laughs>。 ネットミームだ君はネットミームだってダンス装言浴衣も素敵でしたタワーですえう、ー、嬉しいえ両方素敵だったよ本当にあのー、ねアありくんも今日のりんご飴もね <laughs> やばって厳しいやばい <laughs> 本当にあのー ね、<laughs> めっちゃ面白いからね <laughs> 本当に、ね、今日のやばい今日のやばかったもんな本当に面白かったもんなやばい本当えもうね画面にね情報量が多すぎて <laughs> もうねすごかった今日の過去一すごかったかもしれないだから次のギャルはね楽しみに待ってますよ本当にギャル でも全力のギャルをぶつけるので本気でかかってきてね笑,笑顔になってくれてありがとか愛かったよ <laughs> ありがとうアリちゃん <laughs> もうギャルの日はちゃんとしますよネットミューでインチされて対面でレノに本物だって言われるのもうね来た瞬間にねえって言ってええ ってえ何やりそうですかえー、一緒にやりましょう <laughs> その有名になったネ、ね、ットミーもやるわ一緒にあ <laughs> とそう,う,とそうだ明日の気を。 初見ハマりに来ましたえ嬉しいハマってくださいほんとにあおでんツンツンはねちょっとねあのちょっとなんかあのあれはもうちょっと行くとこまで行っちゃったから あのただただあのすごく面白いあの本当にあのあのレノンが爆笑できるはんてネットにはやって社会から阻害されてもレノンだけもういるよ全然そばにいるよもうそばでずっと笑い倒してあげるからそれそ ちょっとね、責任は許しくれやせんよだから、ちょっとくれ、くれやせんから誰も傷つけないミーム入らせよう。本人が <laughs> だってああいうのって大体本人が傷ついてるだけだからね。言った本人がひ傷つく。あのもう。 本当に一生こすってきそうな犬一生こすりよすり切れてなくなるぐらいまでこすり続けるよほんとにあレノンさんはミームにならないねな <laughs> あのレノはあのほんとに最低な最低なことを言ってしまうけどあの笑ってたいね ごめんなさい <laughs> まだそこに行けない <laughs> まだ到達できないあ <laughs> あのレノ,レノミーム何レノミーム何何もないけど <laughs> いやあの生み出せるような人間じゃないからさ天才を天才を見て笑う側あのおっていう。 驚く側まだその天才の域にあの達しないね達せれないっていうか何もそういうようなこと思いつかない普通のこと言っちゃうめっちゃねめちゃめちゃ普通のこと言っちゃうもう本当にねあのねおなすぎること言っちゃうから。 ダメあのもし街頭インタビューとかされてもカットされるタイプだと思う絶対に言えないカットされるタイプの人間だ街頭インタビューとかされない え、見たよラランドさんのその心を笑ってるねえー、あれやりたいやりたいめっちゃやりたいえー、やりたいやりたいえっ似合い中 TikTok であれやりたいえー、普通に動画撮ってさ普通に動画撮ってあれやりたいあの「ミームマネしていきます」って言って。 週に1回週に1回レオンが全力でミームまねするっていう動画したいそう TikTok 絶対ダメだよねあのちょっとね絶対ダメだね個人解説なら許されないえけど、ね、個人解説したいよしたい あのー「ニュージェティック」とか「レノンさんのボカロードをどう見た?」にしてもってえ本当にさ早くさあのさしたいの「セーラー持ってけセーラー服」え本当にしたい!「IY3 センチ」「レノンちゃんインスタインスタかインスタもねしたいって思ってるんだけど。 写真がね、ドラマすぎて、ロミシンね、ロミシンね、したい。あと何したいだろう。春日もしたい。ある晴れた日のことを、魔法以上の愉快な。金曜日のおはよう、やばいね。え、おね、え、お願いダーリンは、いいな。 エドハルミさんカンコピーできるようやのうわ神のマニマニああ好き行きマジマジックやばいね菅生先生うわーやばいルカルカ踊れるようやろルカ えほんとにね TikTok ね最初の方にめっちゃハマってあとでのせ,せなくないそうほんとに TikTok が下手すぎるっていう見たでしょあのダンスの絶妙にちょっとニヤニヤしながらしての メイちゃんがティックトックあえー、ねあの T シャツ可愛いでしょ。そうずっとニヤニヤして <laughs> っていうずっとさ <laughs> って言いながらやってた。 そうめっちゃねあの TikTok 撮るっていうのを忘れててすごく最近ああいう T シャツめっちゃハマってるんですよああいうなんだろうあのちょっとなにちょっとなんか変な T <laughs> シャツっていうのにハマってるめちゃめちゃにはまってるそう あのいきなりさんとのコラボのやつもニヤニヤしなってない「今できるよ」「今できる」全部覚えたの「今できる」 今はできますちゃんと TikTokTikTok TikTok ね下手すぎる本当に本当に下手くそ上手くなりたいねあありがとうありがとうありがとう <laughs> TikTok ね リコチも言ってたけどバイスタッフが可愛いよねそうあのあれ本当にね可愛いよねなんかね嬉しかった勝手に ゆるんちゃんのセンスが特に好きで私のロールモデルさんです初めてえ初めて言われたかもえ嬉しいえなんかもっともっとなんか思ってもらえるように頑張ろうネバギバねネバギバのなんかティククあるかな今日 <laughs> なんか 確かにネバギバのあんまやってないね更新しそこなんだラ <laughs> ラララランとかなんだ <laughs> あのサビがと思ったらネバギバの衣装好きなんだよね 確かにニヤジューのエモ動画にね,ね確かにあのフラジールとかもすごいエモいねほんとにそうネバギバの衣装好きなんだよねあれいいあれほんとにいい いやーむずいね TikTok って TikTok そうむずいですわ着てるとこもっと見たい着たいね着たい着たいレ奈ちゃん髪伸ばす予定ある いつかねこの辺スーパーロングにしたいもう最近髪赤で赤髪にレイヤー入れてあのロングレイヤーロングにしたいなとか。 あのロングウルフで赤髪したいなとかあと真っ白にしたいなとかすごくあのショートというかちょいちょいロングウルフっぽいのであの真っ白にしたいなとかすごくいろんなことを考えていますけども。 けども、どうしようっていうえどうやんのっていうぐらいの <laughs> そう、めっちゃしたい <laughs> めっちゃしたいの <laughs> あのー、赤髪あの前野さんだいぶ前になんか赤髪って言ってんのを伏せてたやつにしたい。 のの長さくらいのでウルフも今もね一応ねレイヤーというかレイヤーは入ってるの一応めっちゃ薄くなんですけどけどもっとレイヤー入れて赤とか白とかにしたいすごくしたい したいです。本当にすぐ髪の毛飽きてしまうわなんでこんな飽き性なんだろうんアイス1週間分ゲットえそうなの何 えありがとうみんなありがとうみんなのおかげですな,なんだアイス何何これあそっか今やってるのかありがとうありがとう 一気に食べても何か怖さない、ね、<laughs> 一日で食べきれるんだよ余裕でマジで前のさあの何あったやつ10個31のアイスあったやんあれ買いに行って10個一日で食べきったから本当にバカすぎるよねさすがにお腹壊さないように食べよう 毎回なんか無理してもなんか壊すんだよね絶対無理しなくていいところそう本当に一人で全部一日でパク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 食べきって本当にダメあのね あのー、ずっと食べれるのほんとにダメ10個何味にしたダイナゴが好き。 だって <laughs> ごめんなさい <laughs> え今日美味しいよねだいなご小豆頼んだよ <laughs> すごいさ今さなんか <laughs> 意味わかんない間があったよね <laughs> あとキャラメルリボンいやすごいここ,でここですごい止まってて <laughs> 今めっちゃフリーズしてたよねあとポッピングシャワー ラブポーショー31あと白桃ブラウンマンジェみたいなあとうーんとねあキャンディーアップルも食べた あと何だんだっけな,なんかチョコのやつチョコのチョコのなんだっけそうキャラメルリボン好きだよあとああのチーバナナストロベリーうん当にロッキーロードかな なななんんかねそんな感じのやつ食べてような気がするチョコのあワールドクラスチョコレートかなそうキャラメルリボン本当においしいのキャラメルが好きだから今ねハーゲンダッツでチョコとキャラメルみたいなアイスバーが売ってて。 えと思って見ていついつに食べるって決めてる何日に絶対これを買うって決めたそうハーゲンダッツのキャラメルミルクティーめっちゃ美味しいえっそう食べたいそうそれも食べたいそうそれも食べたいし あとファミリーマートのカヌレケーキだっけカヌレケーキも食べたい カヌレケーキあれね毎年好きなんですよ去年もなんか出てた気がするめっちゃおいしいよ食べてほしい本当においしいカヌレケーキいやアイスじゃないカヌレケーキはね あのなんだろうあれあのあのあのー、普通のカヌレとカヌレの中にケー,ケーキっていうかクリームが入ってる本当に本当にマジで美味しい え何、カフェラテ氷カフェラテ氷え美おいしそう普段コンビニー行かんすぎるえけども、ね、最近自炊しててちゃんと遅い日はさすがに自炊じゃないけどあのドライカレー作ったよドライカレー作ったよ一日休みだったの で、え何しようと思って何もすることないやと思ってあの <laughs> あ,あそうだなんか作ろう何食べたいかなと思ってカレー食べたいと思ってうわけど普通のカレーはああどれカレー作ろうと思っていやもう全然スパイスカレー作ってないんですけど材料なんだっけな えんか本んに5人前ぐらいあるんですけど玉ねぎみじん切りにしてまるまる1個で人参まるまる1個みじん切りにして茄子角切りにしてでズッキーニ角切りにしてで なんかもう玉ねぎをしなしないなるまで炒めて人 <laughs> 参もしなしないなるまで炒めて <laughs> でナスとズッキーニ炒めてでカットトマトっていうかトマト缶入れてでなんかオイスターウスターソースと大さじ1ぐらいなんか適当に目分量で <laughs> オイスおおオオオスターソースケチャップ あと何入れたっけなあと砂糖かと醤油入れてカレー粉入れたそうなんか何目分量うまいんですよこれ特技なんか目分量である程度の味できるっていうあでひき肉ひき肉あの鶏のひき肉 あとなんかにんにくしょうがも入れたいや生姜だけだ生姜だけ入れてあとなんか入れたっけああとはちみつ入れたわなんか <laughs> 美味しかったよめっちゃ。 冷凍してておいてるずっと1週間ぐらいなら持つだろうと思いながら <laughs> 持たしてるこの以上のキッチンカーで販売してほしいするかええー、よう,し,ようしたいね結構ね料理つくの楽しい。 って思える派の人間なんだよねそうナスとズッキーニ入れるとナスとズッキーニ入れてみめっちゃ美味しいから本当に美味しいから ナスとズッキーニってめっちゃ美味しいんだよね夏痩せって本当にオクラとかさ食べたいなオクラ食べたいナスとズッキーニと同じ感じになら,な,らないかうん若干若干似てるね すぐウーバーで無駄,無駄遣いしちゃうからついってくださいえもうウーバーするなら自分で作るっていう心意気そう本当にねあのなんかね最近目覚めてきてるやなんか一瞬さ ああ本当に自炊めんどくさいっていう時期来てでよし頑張るかっていう時期が来る今それ今は何かお自炊楽しいなっていう時期そうなのだから もうやっと、やっとやっとね脱却したよもちベない時はなんかスーパーで刺身買って食べてるあとなんだろう本当にコンビニとかで食べてるあとアイス食べてる <laughs> 本当に食生活が終わってるよね 自炊しと時はちゃんと食べるそうその時食べたいやつを、えー、何食べておかなと思いながら食べてる自馬なんだよねそう本当に。 終わってる食生活してるハロハロ食べたいハロハロ食べたいハロハロ食べたいアイスし出食みたいなと思ういや本当にねいけると思ってるよアイス出職でも案外。 ハハロハロやばいなーえ待ってイチゴのやつ出てるかな今えハロハロ何出てるんだろうハローハロハローハロえなんかすごいの出てるよみんなわかるハロハロってミニストップのアイス え、なんかパチパチ爽やかソーダっていうのが出てるスイカ何これいちご小豆だっていちごも出てるしメロンクリームソーダ温州みかんソーダ練乳小豆ラムネあ抹茶がなくなってるえええやばいなんかね いろいろあるの。氷。ってこそうだと見ろ。え、めっちゃおいしい、本当に、氷、氷がね。あの、何に、イチゴとかになってるとか。ミニスボ、そもそも、あ、ないんだ。ああ、うわー、そっか。 温州みかんソーダおいしいんだえー、食べたいなえー、最高かもやばいわ本当においしいよねもう毎年これを楽しみに生きてる夏より冬派だけどこれがあるからいいよね ってことで終わるか <laughs> どういうこと <laughs> どういうことって感じなんですけれども13位ライムさんありがとう12位ツーさんありがとう11位ニギありがとう10位ムッチョありがとう9位ポンタローありがとう ジンさんさんありがとう何ユウちゃんありがとう6ありちゃんありがとうお話し会にこれからもお話し会に命をかけてくださいもう絶対に待ってますありがとうねタワーも5位ユウリさんユウリさんもタワーもありがとうダンスを褒めてくださって本当に嬉しいです 次もねやる機会あったら見に見てください <laughs> ありがとうよいきさきちゃんきさきちゃんも多分ありがとうあのね本当にね可愛い,い名前を言うので待っててくださいあしたほんとにありがとう夜もおかん見られて幸せ明日から生きられそうです明日も頑張ろうねえ本当にね 一緒に生きようなありがとう3いあにゃんあにゃんありがとうあにゃんもねタワーもありがとう本当に次のお話し会はあの起きる一緒に起きよう約束これは <laughs> ありがとうございましたマジで起きますあいやいや起きよう <laughs> にメめいかちゃんめいかちゃんもタワーありがとう本当に にとか言ってほんとにさあのねあの絶対に絶対に直してない <laughs> えギャル楽しみもうギャルもうめちゃめちゃギャルで行くので待っててくださいあ待って1もちちゃんもちちゃんもちちゃんもタワーもありがとうほんとに。 え本当にさ両方褒めてくれて嬉しいでございますあのねあのんおはしありがとう俺は <laughs> 変なこと言わんだよな <laughs> やばい本当にさお前光カちゃうやろから入るから <laughs> えまた絶対しようね光カが死んだ夏ごっこありがとうあえ、ま、っも 男女変わったありゃありゃ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 ,りゃあらら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 、enfin? あのありゃあえ、だよねえ、萌えちゃん言ってないよねごめん、男女変わっちゃってなんか一瞬画面がバグっちゃってた萌えちゃん えこれいるよも、ね、えちゃんタワーもありがとういなくてごめんなさい <laughs> 全然ですねえいいよ今今いてくれてるよ大丈夫です <laughs> よかったえそうえなんか言ってなくないかって思ったちゃんと覚えてましたよちゃんとね ほ、ね、本当に今日もありがとうねもう今いてくれてるから最高ですございますえっ当にさあのさ褒めてくれてあのめっちゃ嬉しかったしあとね優しすぎて終わりました終わらないで <laughs> あとね反応ねいいの嬉しいのでうめちゃめちゃもうもうド派手に反応しちゃってください <laughs> かわいいまた待ってるねありがとう 今いてくれてるからオールオッケーでございます。えー、本当に皆さんえてかさあのあのアイスありがとうめっちゃ食べるね <laughs> めっちゃ食べさせていただきますありがとう本当にみんなみんなありがとう見てくれてておめでとうありがとう本当にめっちゃ食べる え本当にこのアイスで夏乗り切るありがとうみんなゆっくり休んでみんなおやすみ明日から月曜日だけど頑張ろうね月曜日頑張ろうみんなで一緒にちゃんと寝てねおやすみ